こんにちは、井上和彦です。博品館劇場で10月3日から、タップ時頃14日まで、行います。今回再演ということで、前回に引き続き、支配人役で、出させていただいております。いやー、もう本当に今演劇鑑賞会で、あちこち回らせていただいてるんですけども、本当に毎日充実して、楽しい舞台が続いております。そうですね、前回よりもしかしたらかなりグレードアップをしているんじゃないでしょうか。まあ、一番の理由は、ファミリーっていうかね、みんなとのコミュニケーションがすごく取れて、一体になって、お芝居をやらせていただいてます。ひでぼうさんもすごい張り切ってますし、あ、そうですね、ひでぼうさん、ぜひ本当に日本一のタップを、ご覧になっていただきたいと思いますけども、僕たちはそれをいかにこう、盛り上げていくかということで頑張ってます。それからですね、今回は係長も出ていますんで、係長いつになく真面目にお芝居をしてます。本当に楽しい舞台になっていますので、ぜひぜひご覧になってください。お待ちしています。